メッセージ A、そしてサーダーはどうやって気づかれたのか、B は後からインスピレーションを得てその天才的なファッションセンスを磨いていくのか、今こそその謎に迫る。ミニバースの成功の陰にあるものはファッションに対する並外れた追求心だろう。華やかなステージデビューを果たしたその時からミニバースはファッションに対して自分を見失ったことはない。諦めることもなければ妥協もせず、どんな時も最高の美しさを追い求めてきた。ファッショナブルなドレスに身を包んでいようがいまいが、高級な化粧品が手元にあろうがなかろうが、ミニはどんな時も世界を魅了したのだった。ミニのファッションに対する情熱は質別に尽くし難い。究極の美しさを求め、限りない数の服を試着し続けるミニに諦めという言葉は、どんな状況であれミニのファッションには答えない。安定としてのタフなミッションを与えられた時には、尖ったファッションで凶悪な犯罪に立ち向かい、バックコーデさえも改心させてしまう。そう、ミニのファッションには底知れぬ説得力があるのだ。素材に限定されないクリエイティブなアプローチもミニの強みだろう。大谷でさえも華麗に扱い、着る人に優しいファッションを実現する。もう限らない。世界に名を馳せるスーパースターたちも最高のファッションを求めてミニのもとに通うのであった。ミニのファッションアイデアはどこから来るのか。その一つは音楽。ミニはかつて歌っていた。音楽からインスピレーションを受け、クリエイティブパワーを得ているのだと。変わり続けるファッションの世界でミニマウスはデザイナーとして揺るぎない地位を築いてきた。そしてその素晴らしい作品の数々は世界各地で称賛を浴びている。スイス、イタリア、オランダ、ロシア、エジプト、そしてブラジルでもファッション界に背中を巻き戻したミニマウスは国際的に著名な高級ファッション雑誌の表紙も数多く飾っているのだ。世界のファッションリーダーミニマウスはこれからのファッションを通して愛と希望を振りまいてくれるだろう。僕が誰かを書くのか、僕が知らないのね。人は別、あっという間に